お疲れ様です。お疲れ様です。TGC のステージはいかがでしたか？いやー、超楽しかったですね。なかなか花道を歩くっていう機会が普段ないんで、普通にステージをこうやって右左っていうのが普通ですね。大体が、はい、なのでお客さんの盛り上がりとか、そうですね、なんか会場がまた代々木って本当に広いので結構遠くの方はちょっと見えなかったりするんですけど、なんかガールズパワーがすごかったです、空気感がいいパワーをいただきました。普段はどういった洋服を着られてるんですか？普段はですね、本当その時の気分によって結構変わりますね。あとは夏とかは結構露出度高かったり、あと色、かなり明るい色を使うのも好きですし、やっぱ自分の体に合ったシルエット、面白いカットだったり、ちょっとエイスメトリカル、なんていうんですか、ちょっと変わったカットのやつとかも好きですし、そうですね、本当いろいろです、はい、今年のもしその秋冬とかで、多分こういったのがよく着られる方とかお洋服あるんですか？結構ロングコート好きですね。あと長いちょっとバーシティジャケット、スタジャンみたいな、スタジャンの長いバージョンみたいなとかも結構ここ最近、ここに2年ぐらい流行ってると思うんですけど、ああいうのとか好きですね。ちょっとボーイッシュな感じも好きですし、あとブーツ、サイハイブーツとか好きです。はい、What's up, y'all? What's up, everybody in China? Ni hao. My name is Crystal K. I actually never been to China before, so I would love to visit and give you guys a show. But I love Chinese food too, so I want to be a tourist too. But my new single, Revolution, is out, so I hope you guys like it and make sure you check it out. Crystal K でした。